じゃあこんにちは。まあジャイアンツのことは、はい、もうちょっと先に聞くな。はいはい、俺中日ピッチングコーチ時代、はい、根尾が入ってきたよね。はい、不思議でしょうがないのがピッチャーの監督とかがやってる時はバッターやらして、バッターの監督が来た時途端にピッチャーやらしたじゃない。これ根尾どう育てようと思ったの？根尾はもう入ってきた時はもう野手です、バッターです。それ投げさせてないの？全く見てないの？1回ぐらいピッチングみたいなことをブルペンでやってみたらどうだっていうことで提案があって1回やったんですよ。うん、その時にそれ見たでしょ？見ました、当然。はい、でその時は豆ができてて、なんかこうテープ巻いて投げてたんです。うん、うん、だからまあいいボール投げるなっていう程度です。ああそう、はい、ああやっぱり甲子園でもあれだけ投げた選手ですから、キレのあるいいボール投げるなという感じなので、で立ち投げしかしてないですよその時。その後座らせたりとかしなかった？しなかったです。そのアーノから見て、はい、ピッチャーの素材としたら、ああ素晴らしいもの持ってるなっていうのは感じたわけでしょ、ある程度。そこまで感じなかった？はい、感じたいです。はい、根尾はバッターだなというふうに思ったの？その時はそう思いましたね。はい、今年投げたじゃない、はい、あれを見てどう思う？まあ、現状ショートリリーバーだったら、うん、まあ使えるんじゃないかなっていう。ボールに力あるしね。はい、うん、あとはどちらかというとこう緊張したりとか、うん、ビビったりとか、うん、そういうのない選手なので、うんうん、意外とどんな場面でも出てきたら、うん、ストライク投げ込むじゃないですか。うん、あの辺は根尾の良さだなと思って見てました。バッターやめたよね。はい、その時にはじゃあアーノはどう思ったの？もったいないなと思いました。面白いね。でもバッターの監督が行ってピッチャーにしたっていうのは、これはどうなんだろうね。じゃあ同じ左バッターでやっぱりピッチャーの方がいいんじゃないかと、バッターよりはって思ったのかもしれないですよ。外野の根尾ってイメージあります？うん、ある。ものすごいバックホームするんですよ。いやいやものすごいよな。はい、あの肩は使えるなと思ってたよ。はい、僕はもう根尾本当センターいつかは、うん、両方守備範囲も広く守れますし、まあそれまで大島がセンターでレギュラーだったんですけど、まあいずれやっぱり肩とかいろいろ問題が来たら、左利きなんで、うん、レフトの方がファールも取りやすいじゃないですか。うん、そっちの方になっていくんだろうなというイメージは持ってたんですよ、勝手に。中日球団も、まあ、例えばその根尾をドラフト1位にして、はい、現場に降りてくるじゃない、野手でやってくれとか、はい、それは野手だったのやっぱり？そうですね。監督と話さなかったの？ちょっとピッチャーもやらしてみたくないかとかなんとかっていう、それは全くない？あ、僕はもうピッチャー進めてないです。ああそうなんだ。はいはい、ジャイアンツのチーフコーチになるぐらいだからその目っていうのを信じるとどうなんだろう？やっぱ野手の方がいいんじゃないかって今でも思ってる？そうですね、どっかにありますね。まあ、野手としても完全な落第点をもらってるわけじゃないですか。そこまで試合も出てないですし、まあいろんな話も根尾としたと思うんだけど、はい、まあ会話程度とかね、はい、まあその時は野手だからそんなにこう専門的に呼んでどうのこうのっていうのはないとしても、まあ話したことあるでしょ。はい、どっち向きの性格って話したら分かるじゃない。はい、どっちだったの？もう僕は今でも野手か、まあ、あとはピッチャーならば切り替えの求められるリリーフだと思ってます。今先発を試してみてるじゃん。そうです、はい、だけどリリーフの方が絶対使うんだったら？そうですね、セットアッパーとかああいうところで投げてる根尾の方が今イメージしやすいなと思ってます、自分の中では。それはどういうところで？先発の資質っていうのはどういう何が求められるの？やはり計画性だったりとか、あとは相手との勝負の1日3回ぐらいは対決するので、うん、うん、そういう駆け引きの上手さとか、うん、っていうのがあるんですけど、根尾の場合はまあクレーバーな部分あるんですけど、どっちかというと勢いとか、うん、ノリとかそういうのがすごく頭の中の構造とパフォーマンスが違うタイプなんだね。じゃあちょっと違う。そうですね、はい、頭はいいけど、プレーは爆発的な瞬発的な仕事をするタイプという。面白いね。いや先発の資質はって計画性初めて聞いたよ。知的だねあなた。いやいや本当にそれがないと多分務まんないと思いますね。それを持って生まれたもんなの？例えばそれでも頭考え方を教えてやって先発やってみろっていうことはできないわけでもそれを持って生まれたもんだからもう仕方ないの。いや仕方なく今多分それを試すんだと思いますよ。で多分ね何をやらしてもできるんですよ。外野回ってすぐできちゃうし、そんなに外野守備コーチに教わってもないのに、なんかすごいプレーしたりとか、起点の利くようなことをやったりとかするんで、その辺は野球だけに関わらずなんかあらゆることもできちゃうタイプかなと思います。でもそれが一線超えないんだよね、一流のところまで。はいはい。ということはピッチャーができたとしても一線越えて一流っていう可能性よりも野手の一流の方が可能性があったというふうには見てるということだよね。はい。まあ、足も速いし肩も強い、思い切りもあれば、誰もできないようなプレーをするような可能性も持ってるんで、野手っていろんな部門で活躍するところがあるじゃないですか。ピッチャーはもう投げることだけだと思うんですよ。もったいない。はい、なるほど。はい。でもこれは他球団の人たちも根を欲しがったチームたくさんあるわけですから、ね、どう思ってるか知りたいですよね。まあでも一つ知れたってだってそばにいた人間から知れたっていうのは俺らなんかはバッターとすれば、なんか伸びしろはあるんだけども、伸びる勢い成長度が遅いなとか思ってたの。いやこれだけ使われてるならもうちょっとうまい打ち方できるんじゃないかなとか、もっと対応できるんじゃないかなとかいろいろ思ってたんだけど、ピッチャーになってパンパンと抑えたじゃん。はい。あ、やっぱピッチャーなのかなって思っちゃうんだよね。そうじゃない。はい。あのぐらいは球の勢いがあったら抑えられる。そうですね。これから先しんどくなるよっていう。今のところ、スライダーとストレートっていうところでやってますよね。ちょっとスプリットを投げたりとかもするけども、それじゃきつい。先発だともう少し上がらなきゃいけないかなと思います。やっぱ球種が欲しい。そうですね。先発としての球種って何種類ぐらい欲しい？一応3方向欲しいなと思います。これまた言い方が3方向。じゃあスライダーカーブであったりでツーシーム、ツーシームっていうのは誰でも投げられるんでしょ。そうですね。すみません、そうですって簡単に言いましたけど、なかなか投げれないです。あ、そう。はい。縫い目にかけないでちょっと体を先にこう開くと勝手にツーシームになるのかなと思って。はい。ツーシームだけだったら投げれると思うんですけど、でもスライダー投げたりカット投げたりとかしてる中でのツーシームっていうのは。なかなか投げられない。そうですね。やっぱり反対方向にの球種を覚えたときにフォーム崩すピッチャーってすごいいるんですよ。はい。落ちるのはちょっと挟めばいいわけでしょ。はい。いやそういうわけじゃない。そういうわけじゃない。なるほど。俺がピッチャーだとしたら困るタイプ。そうですね。監督になるとちょっとなんでできないんだとか。言いそうな感じですね。やっぱり20メーター先にあそこにちゃんとコントロールするっていうのはやっぱ難しいですね。はい。そうか。そりゃそうだよな。与田監督ってどういう監督だったの？選手思いの優しい部分と、ちょっとこう気持ちの中でクローザーもやってたせいか、バチッと切れる時あります。切れたの？切れやすい時もあります。ああ、そう。熱いっていう表現でいいんですかね、そういうのって。あんまり熱さは伝わってくる監督ではなかったんだよね。ゲームではそうですね、そんなになかったですね。だから与田はすごく耐えてんなっていうような感じがしてたんだけど、だからわざわざ監督就任の時に電話いただいて、これから監督になりますと、つきましては、応援していただけるとありがたいですみたいな、ご丁寧な挨拶もいただいて、終わってから何もなかったんですけど、これなんか中日のことは言い過ぎたのかなと思って、いや、そんな厳しくは言ってないよ。なんか根尾のことはぜひ聞きたいなと思ってさ、結構根尾に関しては自分で引き当てた選手ですから、情があったようですし、成績の中でじゃあ2軍で少し試合に出した方がいいんじゃないかとか、そういう瀬戸際の時があったんですけど、根尾は1軍で育てるとか、あとはあんまり試合に出てないのにお立ち台に上がってる回数とか勝利打点というのが多かったんですよ。そういう部分の期待もあったようですね。なるほど。はい。何かも、いわゆる持ってるっていう選手。でももったいないな。そうですね。そう考えると。はい。あのから見たらもったいないだろうね。そうですね。結構僕もコンバートされた選手を目の当たりにしてきて泣いてる姿とか、根尾はどうなったかわかりませんけど、ああいうのを見るとチームの事情で「はいじゃあピッチャー」とかいろいろ決めますけど、本人にとってはもう人生の一大決心みたいなところあるじゃないですか。未練はないのかなとか、そういうふうには感じますけど、でも中途半端に気持ちがな、やっぱり足やっときゃとか、そういうことを思うと決していいことにならないよね。でやるからにはやっぱりしっかり方向性を自分で見出してやんなきゃいけないよね。シーズン中試合終わった後とかちょっとこう駐車場とかで会うピッチャーの練習してるからもう足ボロボロですとか言うんです、結構ねピッチャーの練習やりつつも投げれてたっていうのはなかなかやっぱりフィジカルは強いなって、期待したいよね。でもね、したいです。はい。